皆さんこんにちは、ペリオディスタ小澤です。今日は早くも2本目の動画となりますけれども、日本時間の昨晩行われましたラリガサンタンデル第23節の大一番、パルティダッソバルセロナとアトレティコデマドリーの一戦についてお話ししたいと思います。結果は4対2、バルセロナが豪快な打ち合い、なおかつ前半非常にいい内容でしたね。アダマトラオレ獲得効果を全面的に出しての前半圧倒した内容で、まあ先制はされましたが逆転しながら3点を前半のうちに返し、まあ後半も開始早々の49分に、まあこの日のもう一人のヒーローと言っていいでしょう、ダニ・アウベスが4点目を決めて、まあ勝負を決めましたと。まあその後58分にルイス・スアレスに1点を返され、69分にはダニ・アウベスが、まあ一発レッド、まああれはレッドでしょうね。まだ当然あるものだと思います。まあスパイクの裏を見せてカラースコを削ってしまいましたので、まあ VAR の判定チェックがあった上での一発レッドが出て、まあその後バルセロナ10人になりましたが、うまくしのいで、まあその後10人になって以降のアトレティコも、まあ交代カードをね、切りながらセミには出ましたが、まああまり決定機は作れずということで、まあ11対11の後半のね、4対1になって以降の方がちょっと反撃の機運があったかなと思えるような内容でしたけれども、4対2、不意の補強で生まれ変わったバルセロナがしっかりとアトレティコに勝利をし、まあ、なおかつ順位も逆転、久々に4位チャンピオンズリーグ圏内に入りましたというようなバルセロナでした。それでは両チームのスタメンから確認していきましょう。はい、左バルセロナですけれども 4-3-3 で、ゴールキーパー手足提言、ディフェンスライン4バック右からダニ・アウベス、アラウホ、ピケ、アルバ、中盤ピボーテにブスケツ、インテリオル右にペドリ、左にフレンキー・デヨング、そして前線ですけれども右に早速アダマ・トラオレを使ってきました。そしてフォワードはフェラントーレスをファルソノエベ、ゼロトップで起用し、左にガビを使ってきましたチャビ監督。まあそれから後半には、同じく冬の、移籍仕様で獲得したオバメヤンも、使ってきました。一方のアトレティコデマドリーですけれども、まあ4バックなのか5バックなのかというところで言うと、このスタートで言うと4バックで来ました。ゴールキーパーオブラク、右から、バスは使わずにブルサリコで来ました。サビッチ・ヒメーネスのセンターバック、左のサイドバックはエルモーソ、中盤ですけれども、まあ、4-1-4-1 の表記でいいかなと思いましたので、ピボーテにコケ、インテリオールにデポールとルマル、右にカラスコを置いて左にジョアン・フェリックス、トップにルイス・スアレスと、まあ、4-4-2 でもいいんでしょうが、基本的に引き込んで 4-5-1 のオーガナイズでハイプレスなく、まあ、自陣にこもるだけというような守備でしたので、アトレティコとしては 4-1-4-1 の表記にしておきます。まあ、後半ねスタートからブルサリコを変えてバスを入れてきて、5バックにしてカラスコを左に回してきましたけれども、まあ入りのところでのポイントは、まあね、前節のバレンシア戦で劇的な、逆転勝利、0-2から3点返してね、逆転勝利をしたアトレティコデマドリーが、まあしっかりと、前向きな守備、アグレッシブなハイプレスに出ていくかというところで注目、まあむしろ期待はして見ていたんですが、まあ、大きく期待を裏切られる結果となりました。シミオネ監督何も変わってませんでしたね。まあアトレティコが基本的には 4-5-1 で、まあミドルサードセット、まあただほぼね、ハイプレスありませんで、まあルイス・サレスもジョアン・フェリックスも守備のフェーズで、まあジョギングあるいは歩いてるような姿が、まあ散見されましたので、まあそうなるとバルセロナは好き放題ビルドアップのフェーズから、ゲームメイクできると、まあピッチを広く使いながら、まあ特にピケ・ブスケツが、まあ右の、サイドに張ったアダマ・トラオレに大きなサイドチェンジの展開で、ワイドな展開で、まあしっかり、ボールを保持できましたし、まあ保持しながら前進するということもできましたので、まあ先制されて以降バルセロナがほぼ、前半に関しては圧倒しましたし、まあそれによってよりギアを上げて、ハイプレスをかけて、しかも即時奪還もできてましたので、まあ、うまく4局目を回せていたのはバルセロナかなと思います。で、やはりまあこの試合のね、注目ポイントとして、まあ、個人的にはアダマ・トラオレの先発起用は予想してましたけれども、まあ、彼であればある程度ね、逆にアイソレーションしてサポートなく、まあ、相手と1対1で仕掛けて縦突破勝負でクロスというところは、まあ、当然ね、これまでのプレミアのプレーから、あるいはスペイン代表のプレーぶりから予想はできてましたが、まあ、効果てきめんというような前半になりましたし、まあ、その、アダマに対してマッチアップしたのが、エルモーソで、なおかつアトレティコが4バックで、まあ、ほぼサポートもなく1対1で、まあ、縦突破を仕掛けられまくって、抜かれまくってましたので、まあ、ちょっとアトレティコが後手を踏みまくったっていうところもね、シミオネ監督の采配ミスというところもありますが、早速、アダマ効果をバルセロナが生かしたというところと、
まあ、改めてこの冬の補強でのアダマ・フェラン・トーレス、オバメヤンというね、こういった選手、まあ、プレミアで活躍していた3選手の補強を見ても、まあ、基本的に前線にパワー、スピードを求めての、ね、補強リクエストを出したチャビ監督の、まあ、イメージとしては多分、まあ、2008年から4シーズンね、黄金期を作ったペップ時代のバルサ、まあ、あの時はチャビ、ニエスタ、それからメッシ、ブスケツが全盛期でしたから、まあ、とにかく中盤の構成力、テクニカル、まあ、ポジショニングも含めてですけれども、まあ、中盤の中央でボールを回しまくって、敵陣に圧倒して入っていくというような、まあ、クレであれば誰もが憧れる、見たいサッカーを実現してタイトルを欲しいままにしたわけですけれども、まあ、個人的には今のチャビ監督が描く、今のバルセロナのサッカーのイメージは、まあ、ペップよりもルイス・エンリケ監督なのかなと思ってます。その要因は2つあって、まあ、まず1つは現代フットボールが、まあ、日に日にプレイインテンシティが上がり、ボックスボックスの激しい展開が、まあ、ラリーガの国内でも当たり前になってきてるっていう意味では、まあ、バルセロナもやはりプレス回避をしてもそこから攻撃のスピードアップはしなければいけないと、そういった時にやっぱり前線のウイングあるいはフォワードで、まあ、高いアスリート能力あるいは突破力、スピードを持って個人で相手を剥がせる、攻撃を加速化させる選手が欲しいということで、その現代サッカーのトレンドから結論を出したのが一つ。まあ、もう一つは今のバルセロナの中盤の構成力、それからまあ中央でのパスワークでいうと、まあ、ブスケツもやはりどうしてもね、年齢的な衰えも出てきて、まあ、判断のミスであったりとかポジショニングのミスもちらほら出てきてますし、まあ、ペップ時代の前世紀のチャビ、ニエスタ、メッシ、ブスケツと比べると、まあ、ちょっとそこにはね、まあ、圧倒的な中盤の構成力であったり技術がないというところは改めてね、監督として戻ってきた時に判断したと思いますし、まあ、ラマシアでもそういったね、バルセロナのフィロソフィー、ゲームモデルに基づいたトレーニングや選手の育成が行われてないということで、まあ、ここは時間がかかりそうというね、結論は多分出したと思いますので、まあ、そういった2点から、まあ、おそらく今日の前半のような、どちらかというとボール保持から、ゲームのリズムを作ることもあるんですが、それ以上に、まあ、ハイプレス、前線のアスリート能力の高い選手たちのパワーとスピードで逆にプレッシングの強度を上げる。まあ、それから今日に関して言うと、右のペドリ、それから左のフレンキー・デヨングのインテリオールもかなり高い位置に直線的にプレッシングで出てましたので、まあ、そういったプレッシングの強度も改めて、トラオレ、あるいはフェラントーレスが加入したことによって上がったなというところと、まあ、あともう一つね、アダマ・トラオレの加入で大きいなと戦術的な要素で思ったのは、やはり右サイドバックダニ・アウベスのインテリオール内側でのプレーですよね。まあ、ボール保持攻撃の局面でファルソラテラルと、まあ、2世のサイドバックと言っていい、まあ、内側のブスケツの真横に入るようなポジショニングで、まあ、かなり効果的にね、ボールの出口を作ってましたし、まあ、あの内側で一回アウベスにボールつけられるとアトレティコとしても、まあ、目線もポジショニングも一回内側に寄らざるを得ませんので、まあ、中央を締めたら、外の、アダマ・トラオレが完全にフリーで空いてくると、まあ、そこにアイソレーションでパスを出して、まあ、エルモー外の1対1っていうところがかなり効果的にね、使えてましたので、まあ、そういう意味では冬の補強、38歳で、ね、バルセロナに戻ってきたダニ・アウベスの、加入の効果っていうところも非常に、大きいなと、まあ、アダマ・トラオレの加入も含めて右は相乗効果になっていた前半だと思いますし、まあ、実際に、アダマもガビのゴールのアシスト、それからアウベスも、ワンアシスト、ワンゴールですから、まあ、素晴らしい右サイドの2人の活躍でしたというところだと思います。まあ、この試合の詳しい戦術的な解説については、今週の、ダゾーンでのラリーガフリークスで映像を使いながらやりたいと思いますので、また、金曜配信のラリーガフリークスも楽しみに待っていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。アサラプロクシマ。